坂木原忠治、または、大須賀忠治は、江戸時代前期の不代大名、大勢三世。はじめ大須賀家を継ぎ、後に、坂木原氏を継いだ。東東海横須賀藩主、上野立林藩主、道の串路川藩主、張間姫路藩主、坂木原家三代当主,主、大須賀忠政の長男で、徳川四天皇、坂木原康政の孫である。 母が徳川家康の命であるため、中字一代に限り終身松平生を許される。父の死により三歳で祖母の成果である大須賀家を相続し、とうとう海横須賀藩で六万国を領した。家康の配慮により、安藤直司が後見人とされている。その後、叔父にあたる坂木原家当主坂木原交渉に子がなく断絶しかかっていたところ、 徳川四天皇の血統が絶えるのを懸念した家康の命により、忠治が10歳で、榊原氏立手林氏藩10万国を相続した。一説には、忠治自身の希望で榊原家相続となったともされる。これにより、大名大菅氏は絶景となった。大菅氏の領地は榊原家に吸収されたりはせず、幕府に返上となった。家臣団も、解雇、家は絶となったが、 一部の家臣は三割家増の上で、木原氏の家臣に編入されている。また、中臣の擁立に功があった木原家の三人の家老は、江戸幕府より、お月人に任じられて、それぞれ宣告を与えられ、木原家からの治療とは別に子孫に継承することが許され、幕末には、幕府が旗本、御家人の治療から、軍薬金を徴収しようとした時に、彼らの身分をめぐって、 幕府の勘定書と、坂木原夜間で論争になっている。昭法4年12月12日、奥平正野と共に、幼年の徳川家綱の森役を仰せつけられた。その後、白川藩14万国に天保、さらに、姫路藩15万国に国替となり、漢文3年には、星名正行の推挙により、井伊直隆の死後、幕府の老職に迎えられた。万年、 現在の加古川市東関基町から米田町にかけての加古川湾にマスダ・ツという堤防を構築し、それまで二つに分かれていたマスダ、先導館の川の流れを一つにする流路改変工事を実施している。姫路では、神殿開発を指揮する傍ら、和歌、百人一首を足しなんだ。坂木原忠寺の方法を記した、法名軸マスやまずい願い寺にある。 坂木原中寺の墓所。1665年に、この正房によって建てられ、面積はおよそ1100平方メートルあり、彼の辞跡を刻んだ碑文は、幕府の受学者である林家の林画法によって作成されている。村川公平、松平しかし、日本近西部形政権論 ISBN4 から 823105281AB 小山と和。 坂木原家家診断の形成過程と、爆藩体制、不大大名の喪失と、爆藩体制 ISBN 978から4、から6 4 2 0 3 4 6 8五この3割は、大須賀6万国が、坂木原10万国になったのとほぼ同等である。中事の相続時、幼少であるために、大須賀安隆の弟で、久の上主の大須賀安種は貢献となったが、 これと家臣団が対立し、横須賀七人衆などの多くの家臣が去ったとも伝わる。その他、多くの家臣が、幕府の指示により、紀州徳川家に編入された。墓所からもみ横にある案内板より、ありがとうございます。